オタフの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは。おなりですぞ。というわけで、今日はメガウルオーダー&ネクロムゴースタイコンのクイックレビューだ。なお、この動画は忙しい人のための動画です。じっくりレビューした動画は僕の YouTube のチャンネルにあります。そちらもぜひ見てくださいですぞ。これがネクロムゴースタイコン。変身。ゴーストアイコンを取り外すときは、ここを、このように持って取り外します。俺ゴーストアイコンをセットします。さあ、最後はデラックスゴーストドライバー。というわけで今日はデラックスメガウルオーダーとネクロムゴーストアイコンのクイックレビューでした。次回の動画も見てくださいでござるぞ。おなりでした。